夏の砂の上に出演します田中圭です。まあ、僕自身も何度もお世話になってるところですし、舞台に立つのも舞台を見るのもその世界をこうすごく作りやすい入り込める劇場っていう印象があるので好きです。チャイメリカ終わって栗山さんとまたやりたいなって普通に思ってご一緒させていただけるということで、すごく嬉しいです。栗山さんからこれやらないかみたいなコンタクトをいただいて、脚本のお話を、まあ、僕自身がこうどう体感していくのかも気になりますし、栗山さんの演出がどう入ってどういう舞台になっていくのかなっていうのはすごく楽しみなので、チャイメリカの壮大なお話だったのでギャップも楽しめますし、栗山さんの演奏2度目なので前回との違いだったりとかいろいろ楽しみたいなと思ってます。まあ本当栗山さんの下で、演劇ができる2度目のチャンスですし、どこまでこう掘り下げていける本なんだろうなっていうのはすごく楽しみにしていますので、ぜひ、皆さんも、一緒にこのお話の深さというかこのお話の裏にあるテーマといいますか、うごめくものと僕たち出演者の、お芝居と栗山さんの演出を楽しみにしていただけたらなと思います。劇場でお待ちしております。